チワワは世界的に公認された犬の中でも最も小さな犬種。メキシコのチワワ地域が原産地。チワワは北アメリカにおいては最も古い犬種であり、手父として知られるアステカ文明の王族の時代から変われ儀式の池にとされていた、現状より少し大きい犬種の直径の子孫であると考えられている。人馬かから一緒に埋葬された手。 父の骨も発掘されている。19世紀半ばからアメリカで品種改良が進められ、アメリカンケネルクラブに登録されたのは1904年である。ロングコートチワは日本では1970年代より飼育されるようになり、小型犬ゆえの飼育のしやすさから、2006年のジャパンケネルクラブの登録頭数は約8万6000頭と、ダックスフントに次ぐ2位という人気になっている。 特に、ロングコートは、若い女性に人気が高い。アメリカでは1998年に、タコベルの CM に登場するタレント兼ギジェットが、話題を呼び、チワワは、全米で人気の高い犬種の一つとなったが、ブームの沈静化とともに、ノラチワワが、社会問題となった。2002年には、DJ、ボボの、チワワがスペインで、CM ソングとして使われ、 その後ヨーロッパ全土で大ヒットした。日本では 3D アニメチワワワールドタイアップ曲チワワイのパワーとしてカバーされた。体の大きさは外して小さいが均一ではない。毛色も多種多様である。多くの国のケネルクラブでは体重6ポンド以上は消毒グとして失格としか規定されていない。近年の小型化ブームにより飼い主側に 小型の個体を求め、賛美称賛する傾向が強くなりつつあり、供給側もそれに応えてどんどん小型化しているという、研修の健全化という観点からは大変、危険な実情がある。微粉は、やや詰まっており、大きな瞳は、毛色と同様に黒や茶化色などの様々な色が、認められる。体温調節を担う耳は糖分に対して、大きく、わずかに外側へ沿った立ち耳。 単毛種のスムースコートに、パピオンやポメラニアンを交配して作られた、長毛種のロングコートがある。また、チワワならではの特徴としては、アップルドームと呼ばれる額が挙げられる。その名の通り、リンゴのような丸みを帯びた形に由来するものである。チワワは、献身性と個性を持っており、それが重んじられる。機敏で知性がありかつ独立心もある。日本の、 小さな家や部屋で飼うには非常に適した犬種であり、近年は若い女性に人気が高い。長寿傾向にあり15年かそれ以上の長い付き合いを可能になっている。しかし体格が小さく身体的に脆弱なため最新の注意が必要である。幼少時に甘やかし社会性関与を怠ると気に入らぬことがあればすぐにうなって、 噛みつくような社会適応力のない犬になる。前述の通りチワワは体が小さい高温動物なので寒さに弱い。食事に関しては偏食の傾向が多く見られる。多くのチワワは彼らの愛情を一人の人間に集中させる傾向があり、誰にでも愛想よく振る舞う性質でないことが多い。反面主人の他の人との人間関係や他の犬を 可愛がることに焼き餅を焼くケースも見受けられる。また大部分のチワワは非常に大胆で無謀な面がある。超小型犬という体格ながらより大きな動物にも臆せずに退治する。またその小ささから猛禽類などの狩猟を好きな動物に獲物の小動物と混同されてしまうことがある。チワワの特に子犬を管理なしで屋外に放すことは極めて危険である。多くのチワワは 野外探検を楽しむ。チワワは同種に対する忠誠心を持っているため、他の犬種以上にチワワ同士の信仰を好む可能性が高い。基本的に住宅用ペットであるという評判に、かかわらず、チワワは非常に好奇心が強く、屋外の光景と匂いを調査して楽しむことが多い。豊富な運動量が必要な犬ではないものの、 他の研修同様に毎日の適宜な散歩は必須である。チワワは、分べデンタルケアの分野で、獣医師のアドバイスを必要とする。神経病学的に劣勢の遺伝子を持つ者、例えば発作疾患や、室外骨脱臼の傾向がある。また、目の感染症に敏感で、弱いことが知られている。先天性の泉門改造にや、関節異常などの骨格異常も多く見られる。 後輩に際し、大きさや、カラーなどの見た目にわかる、希少価値が優先され、健康面などはあまり考慮されていない。寿命は15から18歳。2000年代半ばより、日本ではデコが張って、マズルが詰まり、ャシの個体が可愛いと人気が出て広まっていくにつれ、本来少なかった、水筒症を発症するチワワが多くなった。チワウェイのチワウェイの、ウィキペディアインスパニッシュ。 ありがとうございます。